はい、どうぞ、こんにちは、星 TV です。今回もウィニングレブン2019やっていきましょう。ということで、こちらね、サブアカ、堂安ですね。堂安で引くよ、クリバリを。ということで、クリストバル・グレナー。もともとクリバリいるんだよね。そう。でね、こちらのアカウントもクリバリいるんですよ。うん。ただ、こちらのアカウント、おもちゃ TV のアカウントで一番結構 FP 運がいいアカウントとなっておるので。いや、出るまで頑張ろうぜ。そう、ちょっと最近出が悪いぞといった感じもするんですが、行きましょう。当てますよと。あ、でも悪くねえな。堂安来てるもんね。堂安来てるもん。先週。間違いねえよ。さあ、ということで、まずこちら。こちらカバーにね、もう紹介しましたけど、カバーにいるんで。ナポリから引いていかない？ナポリが行く？カバーニーとかはね、カバーニー、まあ、1個ずつ交互に引いてくる。あ、そうだね。うん、そっちはかぶんないかも。そうだね。そんな感じする。クリバリ来そうだな、こっち。あ、来いよ、来いよ、もういいよ。前でも欲しいけどな、メルテンスとか1年でも。まあそっちでもいいんだけど、いい、ね、まあでもクリ、ああ、え、あ、14番メルテンスやん。あ、インシーネ、いや、んメルテンスだね。ドアタリ来た。ドアタリ来まして、ギャン。しょっぱだから。ドアタリ。でどうなのこれ、前の出た FP と比べたらどうなんだろう、グッグッ。どうなんだろう、どうなんだろうね。ちょっとマイナス持ってないから、わからないですけど、ただまあ、強いね。強いでしょ、問題なさそうだね。うん、ダブルダッチ、アシューラコントロールコントロール。強い。ダブルダッチってメルテンスついてたっけ、もともと。いや、わかんない。普通のやつついてた。見ないとちょっとわかんないですね。最後ちょっと普通のやつと比較してみるか。うん、普通のやつも、あ、いるよね、こっち確か。次、プレイヤーズ、あ、まだ、ちょっと。お前何やってんの、お前。あーって出ちゃうんだよね、カリトはこういう時に。ひょっこりはん。ひょっこりはん。カリにひょっこり。カリトか、あのでかい、でかい図でひょっこり隠れてられるかね。隠れてられねえじゃねえか、お前。2体目だね、メルテンス。だから言ったじゃん。交互に引けたよ、お前。すごいね、悪い意味で。だから交互に引けたよ、すまん。すごいなぁ。交互に引けて言ったんだよ、俺は。来る時は来るんだなぁ。交互に引きなさいよ。まぁ、こいつパクパクもぐもぐさせたら40レベルぐらいすぐなんじゃない。やっぱ来る、アカウント来るな、メルテンスとか。これでカバーニ。うん、カバーニ欲しいね。フランス、ええ二択、ラビット。フランスカバーニ、うわぁ楽しい。楽しいよ、お前。フランスってお前、はい、ハズリどうなの、ハズリどうだったわ。悪くはないんだけどね、全然プレースキックの部分そんなにね、いらないんだよな。必要ないんだよね。いやいやいや、もう一回引こうか。次こそフランスが来たら、カバーニ2択でしたよね、フランス来ると。またハズリだったね。3択なんだな、3択。カバーニ、ハズリ、ナビ。ああ、そうなんだ。あ、え、ちょっと、あれじゃないの、あの、フロレンチじゃなくて、あの、なんだっけ、あの、スーパーサブの。おい、スーパーサブだよ。スーパーサブ祭りやん。こいつ強いと思ってる、ほんと、エルシャーロイでしょ、エルシャーロイ。エルシャーロイ。超え、スパ92。これ、強いと思う。マジで強いと思う。くぅ。あ、ほら、マジで強くない？あー。これで、何がいいかって、これでスーパーサブなのよ。絶対強いじゃん。でしかも持ってるもんもかなりいいのよ、結構。足裏コントロール持ってるし、チェイシングを持ってるし。メンバー揃ってきたなぁ。あー、強い。こっち神引き見せてるな。バルブエナかな、やっぱり行くとしたら。さあ、二刀流どうなの？そう。あれ、さあ、カリドゥ、最後カリドゥ。カリドゥねー。カリドゥ来んじゃないかな、最後。おい、クリバリ。カリドゥ、カリドゥ、カリドゥ。うわ、カリドゥ。うわぁ、え？あ、あ、あるんじゃない、あるんじゃない、これもうまっすぐだ。あ、これジェリニスキだ。あ、ジェリニスキか、よく来るな。メルテンメルテンジェリニスキや。そうか。スポッ、まあ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 、クリバリ来ね。まあでも新しい人来たね。来た、メルテンスとか。これラストカバーニ来ちゃうね。ラストカバーニ引きか。フランスだったらカバーニと、カバーニ、ラミ、ハズリ、サンタ。さあどうだ、フランス。おお、いや、チャーチやったー。オランダかー。オランダー。まあでもそこそこの引きでしたね。まあメルテンスが来たという感じですね。そうそうそう。6番誰だろう。メルテンスとエルシャーラビア結構いいと思う。いや、結構いいスパサブ引いてきてんじゃない。はい。バイデン、何、ファンデン。あ、これ結構あれじゃない、スワッツ63番に行く2列目飛び出しの。はい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 。まあまあまあ、そうそう。
ちょっとね、メルテンスいたと思うんで、FP のメルテンスと、あ、でもそれは比較できるのか、比較もされてるのかしら、通常メルテンスと。通常メルテンス持ってるじゃん、そら。そうそうそう、このメルテンスと比較してみればいい。ノーロクチはもうさっき比較されてたと思うんですけど、要は、あれだよね、スキルの部分。あ、持ってるね。同じだね、スキルの部分。ダルネチャ、シューラコンド、普通のメルテンスはなんか死ぬほど強いね、やっぱり。うん、強い。ただ、まあさっきも通常版のやつ見ればわかるんですけど、通常版というか、さっきのガチャのとこ見ればわかるんですけど、やっぱり、すごいっすね、左のメルテンスの決定力とか、オフェンスセンスとかが 5上がってるっていうのが強いですし、まあ明らかになんか普通のメルテンスよりは強いと。そうだね。いうのがもうこれでわかるんですけど、なんかね、メルテンスはその前のメルテンス来てるでしょ、なんかいろいろ。だからまあその前の FP のメルテンスと比べることはちょっとできないんで、持ってないんで、わかんないんですけど、ただね、いずれにしても2体来たんで、まあここでしょうね、普通に。もう超えちゃったよ、パワー。ただね、マネージメントとかまだ上げる薬一回も使ってないんですよね、戦術トレーニング。ああ、なるほど。マネージメント使っちゃったんですけど、うん、あのフィッシャーに。うん、まあ、そうだね、堂安も来たし。堂安 B だね。うん。やれるね、堂安。堂安もう一回来ないかなみたいな。おかわり堂安来ないかなと思っちゃったもんね。そうだね。チアゴシューバーサイドの CB で。まあ、こうやって帰ってきたりとかして。サバカもこんな感じだ。はい。もう一個行ってみる？もう一個のサバーか。ちょっとクリバリね。そうだね。出したい。行ってみようか。はい。はい。はい、ということで、こちら、サバーカになるんです。これね、このアカウント多分ね、バルサのパートナークラブが来た時に作ったやつだね。どうしても引きたくてね。そう。でね、一応デパイとかいて、このデパイ強いんですよ。スパサブ持ってて、うん、あの、この能力値。でも何にも持ってないね、このアカウント。まっさらすぎる。ただ来るかもしれない、そういうアカウント。まあそうだね、そういうまっさらな、うん、あの、本当に真っ白の。そう。人にあげますよ。あげますよと。クリバリよこしますよと。さあ、じゃあ行ってみるか。さあ、じゃあお互い1回ずつ。まあ、プレイヤーオブザウィークはね、本当にね、カバーニだけ欲しい。マジで。行きます。来いや！フランス3択なんだよな。フランス3択。カバーニが来ても、ここで3択引く！タクちゃん、これはラミ？ラミですね、これは。はい。え、これバック？バックですね。はい。悪くないっすね、A だから。悪くないですね。まあでもこういうパートナークラブとかも今後めっちゃ来るから。能力一応。あのね。ああ、アバモン強い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 。あの要はスピーシュンがめっちゃ遅いんだけど5ずつ上がってると思う多分。なるほどね。そう、ナープ。ナープ。行きましょう。交互、交互ずつ、交互引き。はい。これで被んないと思うんだよ。ああ、またやってるわ。いや、これね、一回見させられんだ。あ、そうなの。なんだ、一回見させられんだよ。お、見とけよ、みたいな。そう。見て、引けよ。チェックチェック、ワッツワッツ。ああ。マイクチェックだね。マイクチェック、マイクチェック。いやー、これ。クリバリ！クリバリ来ねえなぁ。来るよ、三つ目やな。あいっ！わぁ！これ、インシーネ。これ、インシーネかな。これ、インシーネだな。あ、ハムシクだろ、これ。え？ハムシクですね。あ、新しい新しい。はい。そ、はい。ハムシクのやっぱナポリ愛はいいよ。絶対好きしない。ミラン入ってる。ミラン入ってる。強いね。普通に。そうだね。強いと思うな、マジで普通に。強い強い。めっちゃ強いね、これ。強いわ。あー、強いなー。はい。ただ、今週 D なんだよなー。強烈な。カバーに来るかなー。カバーニね。カバーニも来ないね、一応目玉。まあでもやっぱり、ディフェンス、グレートフィニッシャーあるから。え？カバーを。ズン！おい！かぶるんかい、お前！かぶらせるか。ヒゲを剃りなさいよ、ほんとに。マッチアップするときヒゲパサーになるね。うん。ヒゲジョギーとしてる。さあ、ここでクリバリを引いちゃいましょうよ。バックがすごい来てるから今。そうだね。もうすぐ来てるから。クリバリ、クリバリ、クリバリ。結構マジで。はい。おお、来た。来た。来たね。完璧。あ、やっぱまっさらな状態で来るね。うん、やっぱ3つ目ぐらいで来るね。うわあ、バリーって書いてある。うわあ。すごいよなマジで。ジョン・ジョーンズみたいな。うん。優秀だね。うん。いやー、すげえ、うわー、すげえ、これは捨てって感じだよね。だってさ、ディフェンスボール出してがさ、50つ上がってんだよ。
こっちのアカウントも頑張りたくなっちゃうな。ヘディングも5上がってんのか。でフィジカルコンタクト4上がってるね。やべえ。スピード4。うわこれは強すぎだろ。45までいくでしょこれ。うわすげえだし。ディフェンスエースとボラシどうなっちゃうん。食い割り。マジで欲しかったな本若で。いや強い。いやまあサバカも上げてこうよ。まあそうか。そうサバカもさどっちが本物か分かんないぐらいにしとこうよ。行かれてるよね。発想行かれてるんだよ。最後のカバーには来ないと。やっぱカバーレアだな。カバーに来て。でもハムシとクリバリとクリバリとあとラミ。あとなんだ。あと、もう一人あクリバまあそうか。あともう一回ナポリか。ナポリ。ロレンツ。いやー、誰クリバリーかぶるかだ、まさかのかぶるそんなこともかぶってんじゃん。やっぱかぶる率半端じゃねえな。なんなのこっちとかさ、トレード機能出してやっぱさ、かぶるんだな。うん絶対かぶしてるもん。そうだね。だって、もうアカウント3つ目やぞ。うんなのに、クリバリクリバリとか何何何だってジェリースキーもかぶったでしょ、ほんまか。ジェリースジェリースキーだったでしょ、うん、最初のアカウントは。で、2回目がメルテンメルテンって、うん、で、3回目がクリバリクリバリだからかぶってんじゃん。めっちゃかぶってるね。だから要はでもまあ中の人にはあれでしょ、要は1人ずつ来る人もいるけど結構かぶる。いやーでもクリバリ2体はいかついな。全然揃ってねえの。いやーなんだよこれ。言ってくれよほんわかに。いやすごいよね、ほんと言ってくれよって感じだよね。移籍させてよ。移籍ね。ここはまだちょっとさすがに回さねえと作れねえな。そういやーといった感じでね、まあ今回カリル当たったね。3つ目でね、そう来てしまったということでね、まあ、あとこっちのアカウントちょっとね頑張ろう。そうこっちのアカウント、堂安のねアカウントはもう本当に指導できるレベルになっちゃってるんで。でね、もうガチャも結構回してて、戦術トレーナーじゃない、あの要は相性、うん、上げるコストの上げる薬とかもあるし、しっかりあるんで、はい、まあ本当にね、あのまあ何に行くかね、フィッシャーに行くか、シメロに行くか、どっちもだからサブ感、そう二刀流で行く、だからそう二刀流できればいいかと思うんでね、はい、向こうもそろそろ指導していければいいかというふうに思います。ということでしょう、さらボール。